間違いなく後楽園ホールだと思うんですけれども、素晴らしいノックアウト、助教一との第2戦、はいはい、あれは今でも鮮明に覚えてらっしゃいますか。そうですね、助教一が、ちょっと 左ガードを下がってリラックスしたそのボクシングやるわけで、はい、やるわけ で左ちょっと出すとき、左ちょうど出すとき、ちょうどここガラガラだったわけですよ、はいはい、それがライトでね、それがはっきり見えたから今だってこれここだっていうんで右フック打ったわけですよ。それがうまくその命中してね、はい、助教一はあの時アオパナですか。僕見てました、それリングサイドで、はい、鼻垂らして倒れましたね。そうアオパナここで出して倒れたんですけどね、それは鮮明、今でも鮮明に覚えてますけどね、はい、助教一ってのは会長いいボクサーでしたよね。いいボクシング、一発ただ一発半中のパターンで一発じゃないんですけど、ただ相手のその持ち味のボクシングをさせないっていうようなボクシングが必要ですけどね、はい、自分それだけそのうまいというのと自分のペースで今までやってたからね、まあ、いい選手だったですよ、はいはい、ただその一発パンチ力なかったから怖さはなかったですよね。怖さはあってもね、怖さはなかったですけど、実は今日 の撮影している DVD はルーベン・ナバロさんに見てもらうんです、ええ、それで会長ルーベン・ナバロさん今も元気なんですよ。何かルーベン・ナバロさんに語りかけることがありましたらば会長、ただやっぱりもうみんなもう年も年だからねやっぱりその健康だけやっぱり気をつけてね、まあ人生も長生きしてもらいたいなと思うんですよ。頑張って体を動けるって人間というのは歩くことが一番大事ですから、はい、足腰脳にもいいですからね、やっぱり体を動かして歩くことが一番大事だから、少しでもそうして健康のために動いた方がいいなって、はい、思いますね。会長、私はマンド・ラモスさんの、はい、息子さんたちと仲いいんですよ、はい、ロサンゼルスで、はい、その試合も、みんな私の友達たちロサンゼルスで見てるんですけど、マンド・ラモスっていう選手は大きいですよね。大きいしね、リーチがあるから懐が深いんですよ、はいはい、これもやりづらいですよ。僕にとって一番やりづらいタイプですね、はいはい、パンチがあるない、うまさじゃなくて太リーチがあって懐の深い選手というのは一番やりづらいタイプですね、はい、もう二度とああいうタイプとはやりたくないです、ねでまあ、その後、WBC のタイトルを会長取られるわけですけど、相手はレネ・バレントス、いい選手ですよね。レネ・バレントスさんに、サウスポーで懐が深くて一番やっぱり嫌な選手だったですね、やりづらい選手、やりづらいですよね、なんとかなんとかそのサウスポーだけなんとかなんとかやっぱりその相手の打ってくるタイミングだとかうまく外してね、まあポイントを稼いであれしたんですけども、まあ、やりたくないよね、もうやりたくないですか。やりたくないよねとにかくやりづらくて伝説の試合、逆転ノックアウト、ラウル・ロハスさんとの試合なんですけど、会長の残念なことにね、ラウル・ロハスさんは10年前に亡くなってるんですよ。でまた会長の試合っていうと、もうラウル・ロハスさんとの逆転 KO が今との、語り継がれてますけど、あれは最初にボディーブローで倒されましたけれども、はい、あ聞いてました、まあ、やっぱり多少聞いてるからやっぱり倒れたんですけど、はい、倒れたんですけども、ただ迫力とか一発その小技はなかったですけどね、はい、ただその相手が僕がかなり身長が低いですから、はい、相手が、ね、その攻撃して手を休めた時にこっちが攻撃していけば倒すチャンスあったなと思って、手を休めた時今度は、ね、ちょっと連打していて最後右アッパーで倒したんですけどね、もうこれ今チャンスだと思って、右アッパーが決まった時試合終わったと思いました。右アッパーは強烈だったからね、結構ラブアソンで少し宙に浮いたんですよね。浮きましたね、宙に浮いたんですよね、あれは聞いたと思います。